今日は皆様お忙しいところ場所をお運びいただきましてどうもありがとうございます。幹事長ほか小林先生、天木先生、黒川さん、皆様お話がうまくいって、私はちょっとあまりお話がうまくないんです。ただの OL だったんですが、ちょっとものすごく珍しいびっくりする経験をしました。その結果今ここにいます。そのことをあまりお話がうまくないんですけれどもしていきますので聞いてください。私は大学卒業後建設会社に勤めました。建設会社の OL をしていました。パセコーコーポレーションという会社なんですけれども、3年働いて大不況になってどんどんみんな会社を辞めていきました。給料が上がらなくなる、暗いニュースばかりになる。で、自分で働いていて今後数年間会社に仕事がないだろうということが誰の目にも明らかになって、一人また一人同期が辞めていきました。で、私も転職をいたしました。転職をした先がお役所だったんです。労働省の厚生労働省の労働問題の研究所です。皆さんこの中で、サラリーマンをしていた方、OL をしていた方いらっしゃいますか？ほとんどの方が働いていらっしゃったの、雇われので働いていらっしゃった。そうするとお給料の中から雇用保険というものが毎月数千円ずつ取られていたと思います。その雇用保険の一部を雇用保険を集めた一部が失業を防ぐ研究をするということで、私の働いていた労働問題の研究所に流れてきました。年間60億円です。で、OL から転職して労働問題の研究所に転職しました。大学時代は労働問題を勉強していたので夢を膨らませて出勤したんですが、まず初日から驚きました。民間とは全く違ってたんです。どういうところが違ったかというと、まず建設会社は朝は8時半始まりだけどお役所は9時半始まりだったんです。でも9時半に行くと誰もいなかったんです。後から分かったんですけど毎朝全員遅刻してたんです。本当に部署に誰もいなかったんです。で本当なんです。それでみんな10時とか12時とかになってやっと来て本当なんですよ。であとびっくりしたのは、上司っていうのは遅刻どころか出勤もしないんです。私の上司が課長だったんですけれども、その課長の人、大森に住んでた課長が会社に浜松町の会社に近いはずなのに来ないんですね。今日来ない、次の日来ない、で金曜日の午後になってやっと来る。でなんでかというと、お酒が好きだから朝起きられないそうなんですね。でちなみにタイムカードがないから、みんなそんな感じなんです。でこんなことしてたら普通上司が怒ると思うんですけれども、上司が怒らない。なんでかというと2つありまして、1つは上司も遊んでるから、もう1つは仕事がないからです。そのことについて詳しく話しますと、仕事がないというのは一応労働問題を研究するということで、研究するんですけれども、外に出すような研究というのは全部外注するんです。一応大学院出た優秀な研究者を集めるんですけれども、そういうやらせないで外注する。だからやることがない。初めからこうだったんじゃないです。昔真面目な研究者がいたんですけれども、ある時全員辞めてしまった時代がありました。なぜかというと本当のことを書くとまずいことがある。国の政策と反することがある。だから、この研究成果出していいですか、ダメだ。そうすると研究者が怒って辞めてしまう。それで研究所なのに一人も研究者がない状態というのがありました。でもそれでも研究所は維持しなければいけないんです。なぜかというと、それは天下りのポストだからです。私のいた研究所の、所長という、トップというの、理事長というのは厚生労働省の、元次官でした。自民党の大物政治家の子供です。で斉藤邦彦さんって言いますけど
と労働問題、海外の労働問題の視察ということで毎月海外旅行に行くんです。しかも1日飛行機はファーストクラス、それから厚生労働省から、お気に入りのキャリア官僚の女性をね、東大卒の人を引き抜いて国際部長に据えて2人で毎月海外旅行に行くんですね。で、その人は、そのホテルは、5つ星ホテルのスイートルームで、視察と称して実態は観光、グルメ、ショッピングです。で、そういった贅沢を支えるために研究所は置いておかなければいけない。でも真面目な研究をされて出されては、政策と反対することを出されては困るということで、職員は遊んでても、上も遊んでる、お互いに黙って遊んでようぜというような研究所でした。私は本当にその時すごく考え込んでしまって、建設会社の時には毎朝8時半に行って、一生懸命働いたし、サービス残業もありましたし、土日出勤もあった。それで一生懸命税金を納めていたし、若い OL であったとしても、その時年金は月に2万円ぐらい納めてたんですね。ということは皆さんご存知かもしれません、年金を給料から2万円引かれるっていうことは、実際は皆さん4万円払ってるんです。このからくり分かりますか？皆さん分からない方いらっしゃいますか？複雑なお話なので、はい、このからくりを話しますと、社会保険料は雇用主が負担するということになっています。例えば私の給料が20万円だったとして、年金が2万円引かれている。でも会社はプラス私のために2万円をオンして、国に納めてるんですね。もしだから私の働きから実際には4万円国に払ってるんです。会社は負担してくれるけれども、会社はね、慈善事業でお金持ちが私のためにお金出してくれてるわけじゃない。やっぱりみんな、私が働いて、みんなが働いたお金の中から、払ってる。だからもしそれがなければ、4万円私、給料は皆さんの給料増えるということなんです。つまり、皆さん思ってるよりもずっと多く税金を払ってるんですね。この前、国際比較の統計が出まして、税金と社会負担、社会保険を合わせた、実際の本当の税負担というのは、日本人の平均は4割 40% だそうです。皆さんそんなことないと思うかもしれませんけれども、その年金の話を考えると、皆さんがお給料から引かれていた年金の2倍をして納めていたこと、それから雇用保険もそうです。雇用保険は月にせいぜい2、3000円ですけれども、それも雇用主、事業主が半分負担しているので折半なので、2倍して6000円払っていると思うと、かなり皆さん税金払ってるんですね。それからマンションも買えば、今どんどんタワーマンションできて5000万で7000万円だというふうになってますけれども、一生に1回か2回の買い物かもしれませんけれども、それも消費税がつく。それを慣らしていくと、皆さんお給料の4割は税金として払っているということなんですね。で、税金の中にその年金という名前があって、年金のために皆さん取ってくれるのかなと思ったら、結局集めてそのまま使っちゃうということで、やっぱり税金が4割の国なんです。で、私はこの実態を最初は分からなかったんです。なんでこんなにみんな遊んでていいのかなっていうのが分かんなくって、単にうちの上司がちょっと変な人なのかとか、単に自民党のお偉いさんが甘くなってきたから仕方がないのかなとか、そう思ってたんですけれども、だんだんいろいろな仕組みを分かっていくうちに、それから財務省というところで、私のようないろんな国の研究所、JAXA とかね、国際交流、JICA とか、いろんな国の機関の人が、国の研究所、国の機関の人が一斉に集まって2ヶ月研修する機会があって、他の法人の方ともお話、情報を交換したところ、みんな同じでした。それもちろん一生懸命働いてる人もいるんですよ。ただし一部でそういうふうに遊んでばっかりでお給料もらえるっていうか、真面目に働くと怒られるんだ、だから働けないんだっていうこともあるということがすごく分かりました。それでだんだん分かってきて、
10年経ったところでもう耐えきれなくなって、正確にはその財務省の研修の後で国全体がこうなんだっていうことを知って、特に道路、当時の道路公団ですね、私のいた法人というのは年間予算が60億円だったんですけれども、道路公団の人に言われました。うちは1日の収入が60億円ですよと。60億円 の, 毎1日の収入をこういうふうに散財されてはもう国が持たないということで、もうすごく深く考えた後に内部告発をすることにしました。私あまりお話は上手ではないんですけれども、ゆっくりゆっくり物書くのが好きなので、それを書き溜めていって、朝日新聞に知り合いがいたので持っていったところ、それが出版になりました。これが特殊法人職員の優位ガイドの生活日誌という私の、内部告発の本です。でこの本を、書いて、もう会社にいら、もう研究所にはいられないですし、やめてフリージャーナリストになりました。ただこの本を出したらみんなから反響が来て、うちの公務員の人から反響が多かったんです。私は真面目に働くつもりで入った、だけどそうはなってない、だからでも自分は内部告発できないから代わりに書いてくれと、いろいろな情報が全国から寄せられました。それでそういったことをご紹介しながらフリージャーナリストとして活動をしています。今回国は消費税上げると言ってますけれども、上げる必要はないと私は思います。っていうかこんなにバケツの底に穴が合う状態で税金を上げてももっと無駄が増えるだけです。なので、国の財政規律をしっかりしてほしい、無駄使いはやめてほしい、闇雲にね、公務員いじめという意味ではないです。ただし働かない人はちゃんと働くようにしてほしい、働くのが嫌だったらやめてほしい。ありがとうございます。こういったお話を国会でもしていきたい。で実際にちょっとばらすとみんなばらされると少しやむことはあるんですね。例えば私がいた時、天木さんと小林先生もそうだったと思いますけど、ボーナス年2回じゃなくて3回もらってましたでしょ。公務員っていうのはびっくりしたんですけれども、6月、12月の他に3月にももらってたんです。ただその話を私が内部告発したらやみました。それから数年して公務員のボーナス年2回になりました。ちょっとずつですけれども、おかしいことはおかしいというふうに言っていけば、まあ、ちょっとやめていくこともあります。なので私たち小さな党で、最初の始まりは小さな党、小さな声ですけれども、やっぱりおかしいことはおかしいというふうに言っていくことで、特に外マスカミとかそういう外からだけじゃなくて、中でもちゃんときちっと言っていくこと、そういうことでなるべく早く日本の国、お金の使い方を正しておかないと本当に年金が破綻してしまう、私たちの未来不安になってしまう、そういう思いで、このオリーブの木に参加させていただきました。どうぞよろしくお願いします。